マリアントランプバリーは、アメリカ合衆国の裁判官、検察官。第三巡回区合衆国控訴裁判所、上級裁判官。第四十五代大統領ドナルド・トランプの姉でもある。ペンシルベニア州フィラデルフィア在住。1937年に、ニューヨーク州ニューヨーク市で、ドイツ系アメリカ人の不動産開発業者、フレッド・トランプとスコットランド人ルイス島出身の、 マリー・マクラウドとの間に生まれ、ドナルド・トランプの長子にあたる。1958年に、マウント・ホリ・オーク大学を、優等の成績で卒業し、教養学士の学位を取得。1962年に、コロンビア大学の大学院から、広報学及び、政治の学術修士の学位取得。その後、ホフストラ大学の法科大学院へ進んで、1974年に、 公務博士の学位を取得。1974年から83年まで、アメリカ合衆国司法省ニュージャージー地区、連邦検察事務所検事法として民事部勤務を経て、高層部次長、高層部長、上級連邦検事法、筆頭連邦検事法を歴任した。弁護士として9年間働いた後、1983年9月14日、ドナルド・レーガンにより、 ニュージャージー地区連邦地方裁判所裁判官に指名された。10月14日には上院に承認された。1999年にはビル・クリントンにより第3巡回区が死国交訴裁判所裁判官に指名された。2004年サンドラデー・オコナー賞受賞。2011年に非常勤の上級裁判官に退き、2017年に現役を退いた。 1960年にはアメリカ空軍の注意、デビッド・デズモンドと結婚した。こう出産するが、1980年には離婚した。1982年にニュージャージー州の弁護士であるジョン・ジョセフ・バリーと再婚した。2000年4月9日に死別。最初の夫デビッドとの間に生まれた息子のデビッド・ウィリアム・デズモンドは心理学者である。ありがとうございます。